開演。どうも、本日はこちらローソンのもちもちとした不饅頭を食べたいと思います。では、お米を使っている小麦粉とも、餅とも餅とも違う独特な食感の生地がとても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。